こんにちは、山田です。今日なんですけれども、1月寒い日が続いております。金ヶ崎町は、それでですね、寒冷地あるあるというのをやっていこうかと思います。いや本当にね、最近寒いんですけれども、ここでねちょっとデータを見ていただきたいんですけれども、これですね、ちょっと金ヶ崎町の気温が分かんなくて、これ北上市の、1月の最高気温と最低気温のデータをちょっと集めてみたんですけれども、まあ寒いですね。1月、まあ、年末年始が寒波が来るということで、マイナス、最高気温がマイナスの日がだいぶ続いてますね。3日とかはマイナス 13.1 度まで下がってますね。それで、1月の、2週目ぐらいはちょっと寒さが弱まったのかな。はい。ただ、8、9、1月の8、9ぐらいはまたマイナス10度、マイナス 14.7 度まで、行ってますね、最低気温。いやこの日は寒かったですね。去年と比べてもかなり寒くはなっています。マイナス、そうですね、最高気温がマイナスっていうのがね、正直これ本当にしんどくて、でマイナス10度超えるともうやばいですね。僕的にはもうこれ限界って感じですね。そんな中ですね、寒冷地あるあるっていうのをちょっと気づいたことを、まとめてみたので、見ていただきたいと思います。ですよね、これ。なんだこれ。0度以下ってことっすよね。これは。やば。冷た。ネギですね。ネギ完全に凍っておりました。カッチカチだったんですけども、無理っくり包丁でなんとかギリギリ切れまして、味噌汁に使わせていただきました。これ、まあ、水道の凍結ですね、寒い時の。これは特に僕の住んでいる家は古いので、余計凍りやすい、作りというか、まあ、今の現代的なあの家はあんまり凍結はしづらいとは思います。いつも車に乗せてるグッズですね、これは。はい、これがないと出先で雪が積もってしまった時に、雪を
車の雪をかくと、これで、はい。で、ちょっと動画でちょっと撮れてなかったんですけども、これに開氷スプレーっていうのも、車に積んでます。開氷スプレーがですね、ちょうど窓ガラスにくっついた氷を強制的に溶かしてくれるというね、素晴らしいものがあるんで、これがないと運転する時の視界が保てないということで、フロントガラスの氷はちょっと厄介ですね。これ凍ってちゃうと前が見えなくなっちゃうので、これは絶対必要だと思います。僕はちょっと忘れる時もあったりもするんですけれども、これ必ず積むようにはしようと思ってます。こんぐらいですかね、あるある だなと思ったのは、はい。まあ以上4つぐらい寒冷地あるあるということで、はい。まあこれは地域によってだいぶ差はあるかとは思います。はい。僕が住んでるところよりあったかいところもあれば寒いところも当然あるので、まあちょっとでもね、あ、これあるあるなって思ってもらえたらありがたいなっていう話ですね。はい。寒冷地あるある、こういうこともあるよ、いやここ違うんじゃないのって思った方はコメント欄にどんどん書き込んでいただければなと思います。まあそれでね、ちょっとおまけとしてというか、まあおまけの動画がプラスでちょっとあるんですけれども、僕の家が最近どうなったかっていうのもちょっとケツにつけておきますんで、ちょっと確認していただければなと思います。とりあえずご視聴ありがとうございました。家の前景こんな感じですね。バキッといったな。いやこれも危ないよ、考えたら。かぶさってるもん。でこっちに来るもん。こっちに家の前がもう雪だらけです。崩壊寸前です。軽雪の塊やばいよ、こんだけ。窓が割れてない、よかった。